さん、こんにちは。今回紹介するのは、元柔道選手のやわらちゃんという愛称で親しまれていた谷亮子さんです。谷亮子さんといえば、オリンピックで2度、世界選手権で7度、メダルを獲得しました。柔道選手を引退後は政界入りも果たしています。そんな谷亮子さんのこれまでの経歴や離婚や車椅子生活の噂の真相、そして家族などの私生活に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。谷亮子さんは1975年9月6日生まれ、福岡県福岡市の出身です。谷亮子さんは柔道選手として全国的に人気になりました。谷亮子さんは現役時代、アトランタ、バルセロナ、アテネ、シドニー、北京と5大会連続出場し、いずれもメダルを獲得する活躍を見せ、特にアテネとシドニーにおいては悲願の金メダルを獲得し、日本中が喜びに包まれました。引退後は政界入りを果たし、2016年まで国会議員として活躍。生活の党と山本太郎と仲間たち副代表兼参議院幹事長を務めていたこともあります。谷亮子さんは2003年に元プロ野球選手の谷義知さんと結婚しました。当時、結婚披露宴の様子がテレビで中継され、地球の形をしたケーキが話題になりました。そして2005年に長男、2009年に次男を出産しています。その時、谷亮子さんは、引退はないですね、赤ちゃんを産んで大きなパワーが出ると思います。日本の女性アスリートで赤ちゃんを産んで金メダル取った人はいません。私は北京の五輪で3連覇を成し遂げたい。田村で金、谷で金、ママになっても金です、とコメントしました。谷亮子さんは柔道家と政治家の二足のわらじを履くことに決めます。谷亮子さんは2010年に柔道を続けながら政界の道に進むこととなったのです。そして2010年の第22回参議院通常選挙に出馬し、見事当選しました。当時、谷亮子さんは小沢ガールズとも呼ばれ話題になりました。当初は柔道家としても活躍する予定でいたのですが、なかなか両立は難しく、北京では銅メダル、次のロンドン五輪は不参加を表明し、事実上の引退状態となりました。谷亮子さんは競技生活の第一線から退きます。日本中、世界中のファンの皆様、世界中の選手に心から感謝申し上げたい、とコメントし、引退状態となりました。しかし、谷亮子さんの政治家としての第二の人生は決して順風満帆とは言い難いものでした。最初、民主党に席を置いていましたが、小沢一郎氏の離党に追従する形で谷亮子さんも離党し、小沢一郎氏が党首を務める国民の生活が第一の結党に参加します。その後、日本未来の党、生活の党、山本太郎氏と仲間たちに所属するなど、さまざまな政党に所属しますが、2015年に収支報告書の虚偽記載として政治資金規正法違反の疑惑が発覚し、2016年に出馬を断念しています。谷亮子さんは小沢一郎代表が進めていた野党による比例代表統一名簿構想が実現しなかったことなどを理由に、同党からは出馬せず、打診があった他党からの出馬を検討していましたが、自身が離党することで生活の党は政党要件を満たさなくなってしまうことなどから、小沢先生への最後のご奉公として他党からも出ないことを決め、すっきりしました、と話し、任期満了を待って離党しました。そんな谷亮子さんは結婚する前から肉食系で有名で、いろいろな男性と噂になっていました。実際に谷亮子さんは結婚した後に幾度となく不倫疑惑が出ています。1回目の不倫疑惑は私設秘書の M さんです。この不倫疑惑は2012年、谷亮子さんが議員になって以降に起こり、噂になった相手は私設秘書の M さんでした。この M さんは小沢一郎氏の事務所の秘書だったのですが、谷亮子さんの下で秘書をするよう小沢一郎氏の指示で預けられたそうです。それから男女の仲に発展してしまい、
司法出張の際は M さんは必ず同行というのがお決まりだったようです。さらに事務所でも公然とイチャイチャしていたそうで、ベテラン女性秘書がしびれを切らして注意したそうですが、2人に逆ギレされ嫌気がさして退職したそうです。職場でそんなことをされたら嫌にもなりますよね。谷涼子さんのこの不倫報道後の2014年、谷義朝さんは巨人からオリックスに移籍を決断します。谷涼子さんは議員活動があったり、子供を転校させるのは嫌だと子供と東京に残り別居生活になってしまったので、離婚説の噂が広く知れ渡ってしまいました。今まで一緒に東京に暮らしていたのが別居状態になってしまうと、谷涼子さんは再び不倫騒動を起こしてしまいます。夫の谷義朝さんは本当は移籍先の関西で家族みんなで暮らすことを希望していたそうですが、谷涼子さんが拒否してしまったそうです。妻の谷涼子さんが不倫疑惑の渦中にいる時、夫の谷義朝さんは2015年に現役を引退し、現在は主に野球解説や野球評論などで活躍しているようです。谷義朝さんは妻の不倫のことに関してはあまり語らず、家族と誠実に向き合おうとしているようです。その後噂も収まってきたかと思っていたところに、次は別の議員秘書との不倫疑惑が浮上します。その秘書は容姿がダルビッシュ有さんにの30代イケメン男性なんだそうです。この報道内容に谷涼子さんは焦るどころか逆にご機嫌な様子だったのだとか。このダルビッシュさんにの秘書が谷涼子さんの子供の幼稚園の送り迎えをしていたことから不倫や離婚を噂されたようです。この不倫疑惑により、実際に離婚協議中で離婚寸前とまで言われていましたが、結果的に現在は離婚していないようです。そんな谷涼子さんですが、現在は歩くことができず車椅子生活だという噂があります。しかし実際は国会議員を辞めた後に無職状態になり、気まずくて外を歩けないのではという勝手な憶測から出た噂のようです。健康面の問題ではなく、噂は世間の思い込みからだったようです。谷涼子さんの子供たちはアイスホッケーに取り組んでいるようで、谷涼子さんはそのサポートもかなり多忙なようです。そんな谷涼子さんの父親が暴力団の幹部で逮捕歴があるとの噂です。谷涼子さんの父親は田村克美さんです。谷涼子さんの父親はかなり有名で、福岡では有名な指定暴力団の幹部だと言われています。田村克美さんは子供がいることを隠して谷涼子さんの母親の田村和代さんと結婚しました。オリンピックなどで谷涼子さんの注目度がとても高かったにもかかわらず、映るのは母親の和代さんのみで、父親の克美さんは一度もテレビに出たことがないようです。地元でも克美さんの評判はかなり悪いようで、実際に2010年保険金詐欺に関与して逮捕され、その保釈中に暴力団賭博に関わり再逮捕されています。またお兄さんの田村徹さんにも噂があります。谷涼子さんの両親は再婚で、徹さんは父親の連れ子のようです。兄の徹さんの影響で谷涼子さんは柔道を始めたそうで、小さい頃は仲が良かったようですが、父親が和代さんと結婚するときに徹さんの存在を隠していたらしく、徹さんは親戚にたらい回しにされ荒れてしまったそうです。徹さんは小学校2年生くらいから家出を繰り返し、何度も補導され、2005年には覚醒剤で逮捕もされています。谷涼子さんの結婚披露宴にも欠席していたようなので、ほとんど絶縁状態と言われています。いかがでしたか？今回は谷涼子さんについてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。